反撃ののろしの一本だ。はい、というところでご覧いただきましたのは阪急スカラシーズン22話ですね。失敗を乗り越えた山口と山口を信じる縁の下ということですけれども、斉藤さんね、こちらのシーンももちろんなんですけれども、一期の23話もね、見てほしいシーンとして挙げていただきましたけれども、はいはい、こちらのシーンを選んだ、理由を聞かせてもらってもいいですか。はい、すごい、まず今改めて見てすごい緊張しちゃったんですけど。緊張していた。ドキドキして、その今言っていただいたように一期の時にものすごく彼なりに頑張っていたことがうまくいかなくて、一度それから逃げてしまったっていう気持ちを持ってのこのセカンドシーズンのシーンだと思うんですけど、はい、自分もその役者として一期の時に全然まだまだ足りなかった、もっとできる、もっとできるんだ絶対って思いながらも、それがうまく表現しきれなかったっていう悔しさみたいなものがすごくあって、はい、それがこのシーンまでためにためてきた山口の気持ちとすごくリンクする部分があって。なるほど。だからそのなんだろう、一読者としてもアニメファンとしても役者としてもそして山口としてもめちゃくちゃ嬉しい、うん、何かここでこう彼の成長とともに自分も一つ殻を破らせてもらったような思いがして、はいはい、このシーンを選ばせていただきました、ね、この成長ぶりは本当にね、皆さん胸が熱くなったかと思いますけれども、やっぱり斉藤さん自身もこの山口の成長に感化じゃないですけれどもされた部分も多かったんじゃないですか。どうですか。そうですね、まあ、セカンドシーズンはやっぱりすごくこう彼の中でも、まあ、その一期の最後の方でもありましたけど、はい、元ボールを自由に操りたい、あいつらと対等に戦いたい、でその中でやっと見つけた武器を彼はずっと磨いてきたので、はい、なんかその結局簡単なことってやっぱりあんまりなくて、地道に積み重ねていくこととか、はい、あとは本当にもう及川さんも言ってましたけど、その雰囲気変えてきやがって、はい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 、でもやっぱりそういうもう覚悟みたいなもので、あの一本が打てるんだなっていうのを改めて感じさせてもらいましたね。まあでもこの後ね、やっぱり月島がいいことをね言ってくれるわけなんですけれどもね、そんな驚くことじゃないと、誰よりも5ヶ月で練習してきたんだからって言いますけど、あのセリフも内山さんやっぱりね、うん、月島らしい、まあ、ずっとね、うん、一緒に過ごしてきた時間があって、はい、まあ、だからこそ言えることかなと思いますけど、花開いてよかったですよね。本当ですね、うん、はい、おじいちゃんみたいあれうるさいな、ハンズボンいや、半ズボンじゃないか。いや、ちょっとね、半ズボンにめくれてきちゃいました。何、そういうことですよね、本当にね。本当にね、いや、でも本当なんかチームとしても武器が一つ増えた瞬間でもあるので、はい、あの山口にとっても大きな一歩だし、カラスノにとっても今後戦っていく上ですごい武器が増えた瞬間でもあるし、そうです、ね、すごい大事なシーンだと思います。はい、さあ、そして同じシーンを選んでいただいたのは増田さんですね。はい、はい、増田さん、こちらのシーンを選んだ理由を教えてもらってもいいですか。そのこの試合の両校のかっこいいシーンってたくさんあると思うんですよ。そうですね。で、かっこいい男たちってたくさんいますよね。でもかっこいい男がかっこいい男にさらになる瞬間っていいんだけど、かっこ悪い男が男になる瞬間の方がすっげえしびれるなって僕は思ったんです、はい、その中でもやっぱり僕の関わってるシーンでもあるし、あの一瞬、成功でも失敗でも男が変わる瞬間なんて本当一瞬なんだなって、こうもう一度この作品を見返している時に、うわー、このシーンってこんなにいいシーンだったんだなって改めて思ったので、このシーン選ばせていただきました。もう縁の下は本当にね、山口に対してはいろんな思いがあって、そうですね、サーブミスをした時にね、はい、鵜飼コーチがちょっと怒りそうになった時をちょっと止めてみたりと、そんなシーンもありましたけどね、本当に心に優しい男の子ですよね。そうですね、やっぱり、うん、自分で実感できた失敗ほど大きな悔しさはないですし、それが分からない子ではないって信じてますし、何よりうちのチームってポジティブな人間めちゃくちゃ多いんですよ。そうですね、特に 1,2 年とかもうポジティブ野郎ばっかりなんですね、はい、言い方がね、もうここ代表、いやいや指さしてますけどね、
大変な思い、すごいでも何でもない大変な思いしてるんですよ、ね、そうですね、江戸下も、はい、まあ、その中でやっぱちょっと心の底になんか人間らしいちょっとうじうじした部分が眠ってる、そんなこうちょっとシンクロめいた部分を感じるっていうのもやっぱりなんかこう僕と同じなんだっていう気持ちがすごく強くやっぱ同調した瞬間だなと思いますね。枠南線のあそこですよね。なるほど、はい、はい、さあということでこちら名場面ですね、ハイキューセカンドシーズン22はこちらをご覧いただきましたということで、さあそれでは続いてまいりたいと思うんですけども、続いては正常のことを話す上でこの2人は外せないでしょうということでございまして、こちらのお二人が選んだ名場面を続いてご覧いただきたいと思います。どうぞ。キタイチ、こんにちは。しっかりやってる青葉城西高校の及川徹役、並川大輔です。そしてはい、会場の皆さん楽しんでますか。同じく青葉城西高校、岩泉はじめの声を出してくださいます今回はですね、もう一度見たい名場面を、みんなでトークしているということなんですけども、はい、まあ、早速 ね、 そうですね、ですので、はい、我々が選んだ名場面というものを用意しました、はい、うん、というわけでこちらをご覧ください。もうすでに1回も振りが入ってますから。さあご覧いただいたのはですね、ハイキューセカンドシーズンの第24話と25話、考え深いなと思って。あ、本当ですか。才能は開花させるもの、センスは磨くものからの岩ちゃんへのこう流れ、浪川さんの好きな言葉ですよね。いや本当にね、あらゆるところで使わせていただいておりますよ。やってて自分の言葉のように言うんですかで、ベンチにこう突っ込むね、こうババーンっていう、こう動きのあるとことかで、まあなんていうのかな、この拾って拾って拾って拾い合うみたいなね。そうでしたね。いいですね、あれは。で、吉野さんが選んだのが25話なんですけど、はい、これはその後でしたね。その後でしたね。気が合いますね。はい、まあしょうがないですよね、そこしかもう活躍するところが背中バーンって叩いてたんで、及川さんがね、岩井さんがバーンやったから、だから冒頭でお前のここバーンって強めになる。全然強めですよね。でもおかげで俺の手首でいや僕のここも心配してる非常にいいシーン、なんかこうチャラチャラしてるように見えますけども、うん、いい学校だったんじゃないのかなと思いますよ。そうですね、本当にチームワークの学校でしたね。これ何て言うんですか。大手とかです。本当ですか。宣伝ね、高橋さんでございます。別にグッズが T シャツが何枚売れたからってロイヤリティが増えるわけではございません。何回というわけで何からですけど、よし、上でした。それではまたお会いしましょう。楽しみでね、バイバイ。はい、というわけで何川さん、そして吉野さんが選んだ編集点が多かったですねちょっと多かったですかね、気持ち喋ってますからね。気持ち多かったですかね。はい、こちら24話25話より超ロングトスからのドンピシャのシーンということでしたけれどもね、皆さんね、シーンをご覧になってね、号泣する人があれば、その直後には爆笑ありと、で感情をたくさんね、揺さぶられたと思いますけれども、チームメイトとしてお伺いしたいと思います。古川さん、こちらのシーン、振り返ってみていかがですか。そうですね、まず浪川さんたちは、我々は正常高校なのに、どうしてオレンジ色の T シャツを着ていたのかというところです。確かに。いや、本当だよね。畜生と思います。なぜね、ライブ、ね、我々もそれっぽい服を着ているはずなんですけど、ね。我々も一応青をね、身につけてる、ね。一応そんな感じなんですけれどもね。おかしいな。はい、まあまあ、そこら辺にしといて。はい、なんというか、配給って我々にとっては、はい、なんか悔しさの物語みたいな感じのところがあるんですよ。で、岩泉さんも及川さんもものすごいプレイヤーで、で我々にとってはものすごく大黒柱のお二方っていう感じなんですけれども、そのお二方 の、 ものすごい必死なプレーがああやってコート上で展開されてて、でこれ決まったでしょと思ったところから の、 痛恨というか、本当に悔しいミスともなんか言うのももう辛くて言えないんですけれども、はい、あのプレーっていうのが、うん、僕の中ではものすごくあのお二方のセカンドシーズンを代表する、シーンだなって、お二人と同じように僕自身も思いますし、はい、あれが入ってれば何かが変わったんじゃないかなって思うと、あの収録もう一回やり直したくなっちゃいますね。なんかもう一度やり直したい、本当に。なるほど、まあ、悔しさゆえなのかな、
そうですね。でも、はい、ああやって一緒にプレーできるっていう機会も、まあ、これを機会になかなかなくなっていくところもございましたから、はい、ある意味そういうところではいろんな意味で記憶というか心に刻まれた、試合だったなというふうに思っております、ね。さあそして田丸さん、はい、いかがですか。そうですね、僕はみんながこう背中を叩いていくシーンがあったと思うんですけども、はい、正常 の, メンバーのみんなの絆っていうのが僕は本当にすごく好きで、及川さんのセリフでも信じてるよお前らっていうセリフがあるじゃないですか。そしてさっきの、ね、ダイジェスト映像の中では逆に及川さんに向かってみんなが信じてるよっていう風に言うっていうシーンがあるんですけども、本当に言葉の通りで、あそこで誰もこう声をかけずに背中をパンって叩いて、ね、みんな通り過ぎていくっていう、あれが本当に逆に優しさだなと思うし、このチームをこう、ね、表してるんじゃないかなっていうふうに思うので、僕も本当に上げようか迷ったシーンの一つですね、はい、なるほど、はい。でまあ、この、ね、すごいドンピシャをレシーブしたのは、まあ、沢村、そして繋いだのが田中ということで、さらに返したのが東根という素晴らしいプレーでしたけれども、やっぱりカナスのメンバーもこちらの演技はかなり気合が入ったというか、林さん、はい、すいません、突然浮いちゃってごめんなさい。寝てました？いや、全然起きてますよ。揺らしてた。バッチリバッチリ、このプレーに絡んで起きてましたよね。大丈夫ですね。このプレーにね、田中は絡んでいましたよね。え、何ですか？このプレーに田中は貢献したんですよ。大変貢献されたの覚えてらっしゃいますか？覚えてる覚えてる。覚えてますか？はい、その時のお気持ちを聞かせてもらってもいいですか？いやー、でも本当に、時はですね、もうアニメにあんまり出ることもなかったんで、僕自身、はい、本当になんかそのアニメで演じさせていただくっていうことが本当に初めての畑って言っても過言ではないような、はい、場所だった。いや、お客さんに話もしなっていいのを覚えておりますけれどもね。はい、はい、でも本当に気持ちがこもったシーンでもありますね。はい、ありがとうございます。笑うなさあ、というわけでここまでは並川さん、吉川さんのこちら名場面を振り返っていただきましたということで、ここで一旦古川さん、田丸さんにはお別れということでございますので、ね、あっという間でございましたけれども、はい、ちょっとご挨拶をいただければと思いますので、前の方にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。前の方、前の方、前の方です。なるほど。良きところで、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 はい、どこまで行きます？これ。どこまで行けば、どこまで行きます？あ、お疲れ様でした。さよなら。いや、どうもすいません、ありがとうございました。入ります。いやいやいや、どこ降りるの？あれかね。どんなサービスや。押しそうだから、います。そうね。所定の。さっさとね。はい。さっさとね。はい、ということで、金田一ゆうたろう役の古川誠です。ですね、ここまで、成城戦の試合を振り返って、皆さんで見ていたところなんでございますけれどもですね、まあ、あの試合は終わりました。しかし、成城高校の物語はまだまだ続いていっております。ですのでですね、成城高校を応援してくださっている皆様、これからもですね、熱い声援を、いただけるとですね、我々一度も頑張ってまたプレーできるんじゃなかろうかと思いますので、これからも成城高校、成城高校、主将、及川さんに代わって、よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。でも、及川さんまだいるからね。何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ついにちょっと高くなっちゃって、ついつい熱い票が欲しくなりました。たぶんね。僕はもうシンプルに、本当に自分のお気に入りのシーンを、こう、配給がね、大好きと一般思ってくださってる皆さんと一緒に見れて、本当に、本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。もういっぱいいっぱい喋ってくれたからもういいかなと思って、ありがとうございました。成城代表しまして古川さん、そして田丸さんにお越しいただきました。大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。